はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、スミノフの、アイスですね。これ系のシリーズは結構あるんですけど、スミノフもね、うん、スミノフは3種類か4種類ぐらいあったかな。うん、これ高いですね。値段が200円で、容量が 275ml、少ないですね。やっぱ高いのは、スミノフブランドだからか。わからん。甘さすっきりレモンテイスト、かっこ無果汁。かっこ無果汁。はぁ、あ、はぁ、あ。すっきりと飲みやすい炭酸入り低アルコール飲料です。プレミアムウォッカ。スミノフがベースと。なってます。アルコール度数 5%。ですね。原材料、ウォッカと糖類と酸味料と香料となってます。まあいいや、飲みまーす。まあ、スミノフは美味しいですよ、確かに。ウォッカの方はね。じゃあ、乾杯。あ、でも、あ、ジーマヨがうまい。味が、結構、レモンの味が、ドカッとくる。うん。感じはします。結構甘いです。だけどね、うん。スミノフアイスでググります。うん。ああ、これめんどくさいパターンだ。なんか最近このサイトに行こうとすると、年齢認証がいるとかでめんどくさい。うん。このスミノフアイスのシリーズは、他にグリーンアップルバイトっていうのと、ドライっていうのもありますね。うん。他にもあるっぽいですけど。うん。エキストラ。うん。ってやつもありますね。あと、スパイス。っていうのもあるっぽいです。多いな。ドライのみたいね、ドライ。スミノフアイスドライのみたいね。美味しい。うん。まあ、レモン味です。レモン味。うん。うん。ただ、これをわざわざ200円とか、数十円しますね。220円とかするんですけど。まあ、いわゆるただの缶のやつよか、容量が少ないくせに倍の値段がすると。いうことを考えて、しかもこれは、レモン味なんですけど、なんか、どっかで飲んだことある。あ、CC レモンの味だ。うん。
あのね、CC レモン。何も変わらん。以前飲んだ G マンの方が容量が多いです。CC レモンの味。多分 CC レモンに炭の方を加えればもういいんじゃないかと。多分それで出来上がると思うんで。俺も。まあいいや。あんまりこれ買ったことないんで、これ絶対まずいだろうなっていうか、まあ別に高い、無駄に高いんだろうなっていうの分かってたんで、買わなかったんですけど、今までね。まあいいんじゃね？まあ、ある意味、メジャーなんで、ね。まあ飲酒動画の、ね。あれで、なんていうの？数増やしみたいなもんで。それでいいや。これ絶対、ウォッカ足りないと思う、これ絶対。全然ウォッカの味もクソも、そもそもウォッカって味そもそもあんましねえから。あの、味がこれ自体濃いので、だいぶ、甘いので、とりあえずストリチナやウォッカを加えて、だいぶ味が、美味しい。普通にこっちの方が全然美味しい。やっぱ度数的に足りない。やっぱね、これを 5% にするっていうの自体でおかしいんですよ。この値段で。この量とこの値段で。俺だったら、そうですね。まあやっぱり他と違うというのを、やっぱアピールするために 10% にします。10% にする。ね。10% にする。それで、アルコール度数 10% にしたことによって、ウォッカの味もだいぶ、来ると思うんで。で、さらに、このレモンテイストをちょっと弱めにして、甘さも弱めにしてドライにする。で、どうでもいいんだけど、このシールが、シールっていうか、この、ここの部分のシールをちょっと剥がして、パソコンにでも貼っとこうかな。これかっこいいから、この、ね。かっこいいでしょ。なんか、画像で見てたらなんか貼ってる人がいたんだ。これちょっと、通過をと思ったら、うわ、これダメなパターンか。厳しいぞ。いけるか？剥げるか？剥げたー。パソコンに貼っとこう。まあいいや。って感じですね。これは全くもっておすすめはできない。ダメ。もうはっきり言って。もうぶっちゃけた話、もうこれにさらにこう、炭の符を加えるという。ね、それぐらいにしないと、全く炭の符の味なんての、わからん。ダメ。ボツ。もうこういう系ダメっぽいな。でも、もう今更遅いんだよね。結構俺買っちゃってるんですよ。今更遅いけど。ぶっちゃけ結構買ったんですよ。炭の符シリーズ。
まあいいさ。いいさ、いいさ。これで少しでも、ね。これがまずいということで。ね、買わなくなる人が、増えれば。ね、いいと思います、僕は。もう俺が人柱になりましょう。もっと、だってさ、味がさ、完全にさ、CC レモンのさ、丸パクリというかさ、もうそれの味しかしねえんだもん。ゴミですよ、これは。もう完全にもう、CC レモンと何が違うのっていうレベルの甘さもあるし、味もあるし、CC レモン無果汁だかわからんけども、ゴミ。うん。3441。ゴミです。以上、お疲れ様でした。